お、ムツだなこれ。ムツかなんかくっついてた今。あ、念仏だ。君か、がっつり食ってんね。あ、来た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 、ほら。あ、ムツだ今度は、ほら。ムツですね。はい。当たってる当たってる。当たった当たった。ほら来た。お、長来たよ。長来たぞ。わあ。カマスだ。カマスでした。お、なんか乗ってるか。乗ってるね、なんかね。ああ、今度はムツだ。ね、これがよく食うんですよね。カマス2匹目ですね。はい、ようやくコマスも作ったんですけどね、まだ泳がせ釣りの餌残ってはいるんですけど、まあ、何も食わないんで、ちょっと浮かせ釣りしっかりやってみましょう。ちょっとこう風があるんで、あの浮きは00号を使ってますね。針がグレーバリの5号、ミチート2号、ハリス1キロ半、竿はインナーガイド、まあ、台湾の 1.2 号ですね。で、途中でおそらく雨も降る予報があるし、あとまあ風も向かい風なんでですね、今外ガイドよりこっちの方が使いやすいですね。よかったよ。このサイズですね。もうこんだけ風吹いてるんで、もう竿先は海面下に出てですね、このライン、このラインでも当たり通るような、そんな感じですね。もう道糸ももう海面下に、もう強引に突っ込んでますね、今ね。そうしたらこれ風の影響を受けてどうにもならないんだ。痛い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 。よっしゃ来た。よっしゃ、これこれまあまあありますよ、多分。まあまああって、アイゴって感じでもないよな。来た来た来た。もういいでしょこれ。これいいサイズ来たんじゃないですか。よっしゃ来た来た。今に来た。やめて、そんなとこ行くのはやめろ。おー、変なとこ行くな。あー、抜けた。切れてるよ。失敗だ。これも飯だったかな。前ごとはちょっと違うね。メジナでやってください。メジナでありますように。はい、行こうか。アイゴだ。アイゴでした。竿が 1.2 号なんで、いつものね 1.5 号と違ってかなり大きく感じます。よいしょ。丸々してるアイゴ、何これ。見てくださいよこれ。まるまるしてますよ。まずしっかり締めてあげて、切れを取っていきます。腹びれ、これここはないんですけどね、ここからなんですけどね、毒があるのは。今これも落としましょう。そしてここにも、ここにもね、ありますからね。ここ忘れずに取ってくださいね。
肛門からハサミをどんどん入れていってですね、この時内臓はできるだけ傷つけない方がいいですね。で、この裏もこうですね。そしてこの中骨を切断すると出てくる、内臓ごと出てくるので、もう白子だ、白子持ってたんだ。見てよな、アイゴの白子美味しいのかな。持って帰ろうかな、白子。これは頭もいらないです。尻尾もいらないですね。いい、すげえ、白子持ってたからだ、あんなにね、パンパンだったもんね。はい、そしたらこれ、この浮き袋のとこですね。浮き袋のところもハサミを入れて、こうす。アイゴの白子ちょっと食べたことないんで、ね、ちょっと食べてみましょうね。パンパンですよ、このでっかいですよ、ほら、すげー、すごいじゃん。いや、普通に撮れてると思ってたらカメラ回ってませんでした。37、ちょっと過ぎたぐらいのメジナが、いや、せっかく釣れたのにカメラが回ってない。お、メジナだ、ちっちゃいけど、いいよ。はい、ありがとう。よっしゃよ。おお、突っ込み。うわ、突っ込み。何これ。あ、すげえ。何これ、むちゃむちゃ突っ込むんだけど。よしよし、もう止まれ止まれ。おお、どうした、こんな元気なやついたか。おお、なんかわかんないけど。取りたいですね。アイゴっぽくないですよ、これ。これメジナだったら、まあまあサイズあるでしょう。よし、浮き見えた。浮き見えたよ。慎重に行こう、慎重に。よしよし。何来た？アイゴか、あれ。アイゴか、アイゴ来ました。しかも釣れがかりで、だから引くんだよ。あ、こいつが卵持ってるんだ。アイゴののっこみが始まってる。あ、今度は卵もでかいね。メジナか、メジナだよね。なんだ、メジナか、絶対引く。よし、帰ろうよ、帰ろうよ。アイゴなのかな。メジナだったらでかいけど、アイゴの可能性はある。1.2 号の竿って面白いです。かなり低めだ。アイゴっぽいか、アイゴか、アイゴだ。めっちゃ茶色い、でっか、でっかい。浮きをですね、0号に変えました。まあ、ずっとあの風が気になってたんで、あの00号を使ってたんですけど、もう今そんなに風は吹いてるんですけどね、なんでしょう、こう釣りづらい向きの風ではないので、これでやってみて、浮きでし
っかり当たりが取られれば一番いいんですけどね。深く入りすぎてなんかアイゴが切ってるような、なんかそんな気もするんですよね。アイゴばっかりですからね今のところ。わかりました、入りましたよ。これがまたアイゴだったらショック。仕掛け変えた意味ないわ。ああ、メジナか、アイゴか、これだ。うわ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 、ちょっとそこ行くのやめて、そこはやめろ。おー、危ねー。アイゴなのかな、強いっすね。だけどね、めちゃめちゃ強い。アイゴだ。いや、でかいんだよ、しかも。なんでこんなにでかいの、ね、35、6センチありますね。でかっ。アリスの真ん中にジンタンの7号を1つ打ちました。深く探るというよりは馴染むのをもう少しだけ早くした、そんな理由で。南の風、またこっちの方向から当たったと。私だとボロボロ、これメジナっぽいですけどね。お、メジナか。お、メジナだね。なんでメジナサイズが小さいの。ほら、まあ、だからいいとこかかってる。仕掛け変えてメジナが釣れるとちょっと嬉しいですね。何かを変えて、ね、釣れたってなんか嬉しくなるんですよ。多分釣り人みんなそうだと思うんですけどね。よしよし、魚が目がかりかなと思ったでしょ。アイゴだ。もうアイゴ元気すぎます。うわぁ、ありがとう。よいしょ、よし、当たりました。よし、これが、うわ、強い、強いよ。なんだこれ、誰だ、アイゴなのかな。アイゴにしては叩かないように休んだけどな。強いみたい。ここに行ってんのか。ちょっと無理すると切れそうだな。アイゴか。アイゴだ。でっかい。このアイゴ。猫、アイゴ釣れた。アイゴだったよ。ちょっと上げますね、これね。あ、もう入れようか、これ。アイゴ祭りだ。でもアイゴって食べれるの？アイゴは嫌。嫌だよね。やめた方がいいよ。痛いからな。これ乗るでしょ。乗れよ。よし、乗った。あれ？なんでそんなに。あ、メジナっぽいですね、これはね。軽いですけどね。軽いとメジナっぽいんだよな。ああ、メジナだ。うら、よいしょ。このサイズはリリースします。このサイズですね。足裏ぐらい。はい、来たよ。はい、そんなわけで今日の持ち帰りはですね、これ、このメジナ1枚と、これね、ヒットシーンも取れてないですからね、ちょっと残念ではありましたけど、まあ良かったですだけ、それでもね、釣れて、あとは、アイゴですね、アイゴ。アイゴはもう内臓も取り出して、
ね、しっかりきれいに水洗いだけしてあります。卵持ってたんですよね。あと白子持ってるね、アイゴなんかもいて、アイゴののっこみなんですね、今ね、産卵期。はい、じゃあそんなわけで、今日も一日十分楽しみました、ね、またぜひ見てやってください。今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。